フランクフルトは18日、元日本代表 MF 長谷部誠と2027年まで契約を延長したことを発表した。選手としての契約は2023年夏までとなり、以降はコーチとしてスタッフ入りするという。事実上の引退宣言ともなった今回の発表。長谷部はクラブ公式サイトを通じてコメントを残している。フランクフルトはこの数年で僕の故郷、そして僕のクラブとなりました。この8年間で多くのことを経験し成し遂げてきました。そんなクラブで続けていけることを嬉しく思います。僕はまだまだハイレベルなサッカーができると感じています。加えて、フランクフルトは僕にコーチとしての最初の一歩を用意してくれました。本当に感謝しています。2002年に浦和レッズでプロデビューした長谷部は、2007年の AFC チャンピオンズリーグ優勝を置き土産にボルフスブルクへ移籍。5年間の在籍で159試合に出場し、2008から9シーズンにはブンデスリーガを制覇した。その後は MF 清武宏と共闘したニュルンベルクでの13から14シーズンを経て、2014年夏にフランクフルトに加入した。同クラブでは右サイドバックやセンターバックにも裾野を広げ、現在ではもともとのディフェンシブミッドフィルダーよりもセンターバックが本職に。2017年初めにはすねを骨折する大怪我を負ったが、在籍8シーズン目にして、ここまで公式戦256試合に出場。17から18シーズンの DFB ポカール優勝に貢献した。チャンネル登録もお待ちしてます。